第一章、夜明け前。少しでも日本の歴史を学んだ者は、三木の主婦時代の日本が夜明け前であったことを誰でも知っている。そしてその夜明けの鐘とも言うべきものが、大雑把に言って復古精神と黒船の来航から鳴り響いたことも知っている。しかしあの暗黒な時代に、三木のように大和の田舎に、土地に生えた植物のように暮らした主婦に、夜明けの鐘がどんなに響いたであろうか。三木が33歳の時であった。おかげ参りの群衆が夜となく昼となく丹波市の街道を伊勢伊勢となだれていったことがある。菜の花の咲いた穏やかな大和路が急に気の触れたような群れで湧き立ったようであった。これはおかげ参りの3回目で四国の阿波の国から起きたものだが、おもとして6、7歳の少年たちの不思議な抜け参りから始まって、すぐにその噂が各地に伝わり、紀州と泉州がそれに同化して、大阪へ数万人が集まり、大阪にもお祓いが降って、人々浮き立ちて世行所世行の者、何におらず思いつきし者を出してこれを施しぬというような状況になって、国を揺すぶるような大流行になった。大阪に集まった大群衆は河内平野を横切り、暗がり峠を越えて奈良に出、奈良から丹波市、三輪、初瀬を通って、それから青山峠を越え、雲出川に沿って下って、伊勢の三軒村に出て、宇治山田へ向かうのだった。その時の様子を三木の住む山部軍師には、かのえとら3月下旬の頃よりおかげ参り阿波の国より始め、この時お祓い様諸国にお下りなされ、うるう3月3日4日両日におびただしく参詣人なんとにて10万4人これあり、大阪表より伊勢まで大群衆一里に1万2、3千もこれあり、宿も旅人も大いに迷惑つかまつり候、この時世行ところどころにござ候、当初二階堂村は丹波市世行場にて世行つかまつり候、米4国のうち1国は二階堂世行場に使わし、三国は丹波市へ使わし、この時丹波市の世行場へ在所より140国余りも集まり、右の世行つかまつり候、当村は六条工事組踊り申し候、人数200人余り踊り申し候、当年は春早くより極月まで任期相揃い平和の年柄にて古今まれなることを喜びより申し候と記してある。一里に1万2、3千人と書いてあるのでも、その時の状況が想像できるが、夜となく昼となく、丹波市の街道を流れる群衆に、村の人々は食べ物や飲み物を供応した。三木ももちろん、その供応に参加したことであろう。そして、二階堂村の六条や工事で踊りがあったと書いてあるのだから、もちろん丹波市のここかしこでも踊りがあったろう。これは封建制度のもとに、抑えに抑えられた庶民の心が爆発したのだが、権力や規則でせき止められない人の心の流れを眺めて、感受性の鋭い三木はどんな考えを持ったろうか。ことにお祓いがところ構わず天から降ったことは、それが竹の内式部一派の勤労運動家のしたことだとか、お祓いを家父して歩いていた恩師のしたことだとか後には言われたが、素朴な三木の心には激しい感動を与えたのではなかろうか。そしてその年は珍しく古今未曾の法年で、秋になっても冬になっても神様のおかげだ、踊れ踊れと誰言うともなく踊っては、伊勢へなだれていく者が絶えなかった。このおかげ参りはこの年で終わったのではなく、それから毎年菜の花が咲く頃になると、必ず丹波市の街道は伊勢へ行く人々で雑踏した。三木は村人と一緒に毎年その人々を供応したのだが、その人々はまた諸国の噂を田舎の人々に残していったようである。その噂の中に飢餓や百姓一揆の悲しい話もあったろうが、また柴田九王の神学童話の話もあったろうし、英国の軍艦が長崎に来て人騒動を起こしたことや、日本の周辺に黒船が鎖国の扉を叩いていることも物々しく伝えられたろう。世の中はどうなるだろうかと、三木は女心に胸を潰される思いがした。
長男の善右衛門は17歳になり、農業を手伝い、すでに全米の片腕になった。三木は40歳になった。当時としては40歳の女はすでにこの世でなすべきことを終わり、人生の黄昏を迎えて楽隠居を思う年齢である。善兵衛はそれとなく善右衛門の嫁を探し始めた。しかし三木はこれでいいのだろうか、これが人間の一生であろうかと不安を伴った疑惑が40になっても消えなかった。その時三木は五条を産んだ。股間と名付けた。